どうも、そうです。私ですね、今日これ届いたんですけども、リゼロから始める異世界生活第2シーズンのね、円盤ブルーレイがね、まあ、第1巻がね、今日届いたんですけども、まだね、こう開封してないんで、まあ、需要があればね、開封動画とかもね、出したいと思うんですけども、円盤購入したんですよ。で、円盤購入したっていうのはね、めちゃくちゃ円盤高いじゃないですか。でね、今、お金ないんですよ。もう何しろね、お金がない。オタク全員お金がないということで、マジで今お金ないんですよ。まあ、オタクはね、お金がないのがね、普通だと思うんですけども、そのお金がないというところがですね、もうニュースになったんですね。びっくりでしょ。皆さん聞いたことあります？鬼滅貧乏という言葉。鬼滅貧乏という言葉が、ニュースになりましてね、ニュースで取り上げられまして、で、ツイッターでもなんかトレンド1位になってて、めちゃくちゃ話題になったんですけども、この鬼滅貧乏っていうのが、この鬼滅の刃の関連するグッズ、もうめちゃくちゃ買いまくってお金がないですよっていうね、人たちのことを、こう、鬼滅貧乏って言うんですよ。ね。普通じゃないですか、別に。ね。その作品のグッズめちゃくちゃ買ってお金がないって、まあオタクとしては普通でねって思うんですけど、やっぱこれがね、まあニュースになっちゃうんですよ。で、これをね、聞いてね、僕思ったのはね、やっぱ一般人の方々とオタクの方々の金銭感覚ってめっちゃずれてんだなって思いました。オタクとしてはやっぱグッズにめっちゃお金かけたりだとか、イベントにね、行くためにお金かけたりとか、こう、今回みたいにこう円盤を買ってね、まあお金を出すっていうのは普通じゃないですか。で、お金がないのが普通だと思ってたんですけど、いや、一般人の人ってお金持ってんだねと思って。ね、お金持ってんだと。てか、そもそも一般人の方々はそんなお金使うほどの趣味ないのと思って、そこら辺がびっくりしたんですけど、やっぱその、やっぱニュースになるぐらいですから、グッズ買うだけでこうニュースになるんで、やっぱ一般人の方ってそんな金使わねえんだなって、僕らって金銭感覚狂ってたと思ってね、ちょっとね、自分の身の危険をね、ちょっと感じたんですけども、今回ですね、そういう鬼滅貧乏になってしまった方々に、オタクの先輩からですね、ちょっと忠告というか、あなた方が今からね、歩んでしまう道、僕的には4パターンがあると思っているので、そちらをね、お伝えさせていただければなと思います。で、早速お伝えさせていただくんですけど、まず一つ目はですね、熱が冷めて一般人に戻るパターンですね。これなかなかもう難しいかなと思うんですけども、やっぱ今回皆さんはですね、鬼滅の刃に触れてですね、お金を落としているわけで、作品に落としてますけれども、まあ、ちょっと飽きたなみたいな。鬼滅の刃ちょっと飽きちゃったみたいな感じで、一般人に戻るパターンはワンチャンあるかなと思います。まあ難しいけどね。今この、やっぱその、劇場版、無限列車めちゃくちゃ大ヒットして、絶対2期あるじゃないですか。で、2期 100% あるっていう状態で、これでもう鬼滅の刃飽きたみたいな。そっちと難しいかなと思うんですけど、ワンチャンね、今なら、まだ、皆さん一般人に戻りますから、このオタク沼に一歩踏み入れた皆さんも、オタク沼から、出れることができますので、この熱が冷めるってパターンは、まあ、少なからずあり得ると思います。はい。で、二つ目ですね。二つ目は、キャラクター大好きマンになるというところで、まずもう、まあ皆さんね、推しのキャラクターもおられるかと思いますけど、そのキャラクターもめちゃくちゃ大好きになっちゃうっていうパターン。これも結構危ないんですけども、お金なくなります。マジでお金なくなりますね。私ですね、コンビニで今アルバイトしてるんですけども、めちゃくちゃ何でもかんでも鬼滅の刃とコラボするじゃないですか。それこそなんか缶コーヒーのなんかラベルがですね、鬼滅の刃のキャラクターになってたりだとか、まあ、それこそウエハウスかな、ウエハウスのシールみたいなのも鬼滅の刃ですし、あとなんか来週発売するのかな、またそのウエハウス、またウエハウスなんだったかな、まあそういうお菓子も出ます。で、今なんかね、レジに並んでるんですけど、なんかそのスポンジのなんかロールケーキにみたいな、おもちゃに鬼滅の刃の顔を描いてあるみたいな。キャラクターの顔を描いてあるだけみたいな。そんなんが1000円もするみたいな。で、みんな買っていくみたいな。みたいな。っていうところで、何でもかんでも鬼滅の刃グッズになるじゃないですか、キャラクターが。っていうところで、もう、やっぱ、何でもかんでも買っちゃうじゃん、オタク。大好きだからね。っていうところで、どんどんお金がなくなる。さらに、重症化すると、皆さんまた1個集めたらもういいやってなってるかもしれないですけど、何十個も同じグッズを集めるようになってしまう可能性もございますので、で、キャラクターのグッズの数でマウントを取るっていうのがもうオタクですから。なので、そうならないように気をつけつつも、そういうなる未来もありますよってことをお伝えさせていただきます。で、三つ目ですね。三つ目ですね。作品自体をもう愛してしまうというパターン。これめちゃ全然健全だと思います。めちゃくちゃいいと思うんですけど、要はキャラクターも大好きだけれども、やっぱ、鬼滅の刃という作品が私は好きなんだというパターンですね。こういった方々は、まあ結構お金がなくなると思います。これもなくなると思います。で、皆さんはですね、鬼滅の刃大好きなので、漫画今22巻まで出てるのかな、全巻購入されてると思います。漫画はね。じゃあ、アニメはどうですかと。配信サイトで見てるだけですかと。ね。アニメもグッズございますよ。先ほど、最初に冒頭でご説明しました。
円盤がございます。アニメの円盤。円盤めちゃくちゃいいですよ。で配信サイトや、テレビではですね、放送されなかった映像が入っていたりだとか、それこそ作画修正というね、ちょっとね、やらかしちゃったみたいな、まあ、鬼滅の刃はそんなないかもしれないですけど、さらにね、良い映像になったものがここにはね、入っているんですよね、円盤には。円盤の良さの動画語ってるやつもあるんで、まあ、ぜひ見てほしいんですけど、まあ、円盤はね、結構ね、いいんですよ。めちゃくちゃね、アニメが好き、作品が好きっていう方にとっては、めちゃくちゃいい、グッズです。ですけども、めっちゃ高いです。めっちゃ高い。皆さん、円盤購入したことないと思うんですけど、これ、ね、こう、リゼロっていう作品なんです、これね。で、26話あったんですけども、この1巻何話入ってるかっていうと、4話しか入ってないんですよ。わかります？ 4 話しかないの。なので、こうやって、リゼロは確か26巻までかな。あ、26巻じゃないわ。6巻発売するんですけど、まあ、めっちゃ高いんですよ。これ、ちなみに8000円ぐらいします。9000円、8000円ぐらいするんですけど、それ6巻。6、40、6巻だから6、8、8、5万ぐらいか。5万ぐらいします。全部それ。で、鬼滅の刃も多分、同じかな。同じぐらい6巻ぐらいじゃないですかね。2クールだったんで。なので、5万ぐらいします。はい。で、今回、やっぱその無限列車編もですね、ブルーレイ円盤発売すると思いますので、そちらもお金がかかります。で、2期、3期と続いていくでしょうから、バンバンお金がかかるというところで、作品を愛し始めるとですね、まあ、めちゃくちゃお金がかかるんですね。さらに、鬼滅の刃、舞台とかもやってますからね、そこまで手をつけると、えらいことになるかなと思いますので、作品を愛すと、こういうことになるよっていう、めちゃくちゃお金かかるよっていうことをお伝えさせていただきます。そして、4つ目、最後のパターンですね。こちらですね、アニメ、作品の枠を飛び越えて、声優さんを大好きになるパターン。こちらがですね、一番の沼です。これはマジで沼。私もですね、アニメオタクですし、声優オタクでもありますね。まあ、鬼滅の刃にはちょっと出てはないんですけども、高橋理恵さんというね、声優さんが私大好きなんですけども、声優オタクになるとどうなるかと言いますと、アニメのイベントであったりですとか、そういったものもございますので、バンバンお金が吹き飛びます。イベントもですね、チケット代6000円ぐらいするんですよ。で、昼夜公演って2回ぐらいやるんですね。めっちゃ金かかると。で、そういうのって、やっぱこういう円盤の、ここ、チュッと書いてあるんですけど、なんか円盤の購入特典で申し込めると。だからね、倍以上かかるんですよ。で、関東に住んでる方はいいけど、僕みたいに富山県に住んでる方、地方に住んでいる鬼滅貧乏の皆様はですね、東京まで足を運ぶという、ここの移動費もかかってきます。で、めちゃくちゃ金かかると、西洋宅はやばいという話なんですけども、しかも、ここでね、おまけというかね、まあちょっと注意点なんですけど、鬼滅の刃はですね、声優さん、人気な方しかいません。もう、大人気、大有名声優さんしかいないので、マジで沼。で、まあ、主要キャラクターの4人で言うとね、まず主人公のね、炭治郎の声優さんはですね、花井夏樹さんという方なんですけども、大人気声優、もう男性声優でもズバ抜けて人気の声優さん。で、鬼滅貧乏の皆様で、お子様がいるよという方はですね、おはスタ見てたかなと思うんですけど、あれのね、MC を務めておられたのが、まあ、花井夏樹さんなので、まあ、見たことあるっていうね、方も多いかなと思います。方、めちゃくちゃ人気声優さんです。なので、イベントもバンバンやるし、ラジオもいっぱいあるし、というところで、時間が足りなくなるっていう話ですね。で、次、ねずこをやってる木戸あかりちゃん、こちらもですね、大人気声優で、もう今も女性声優でも一番ね、勢いに乗ってる声優さんなんじゃないかっていうぐらい、大人気なので、金かかります。ライブとかもやるんで、もう歌、アーティスト活動もされてますから、お金かかります。で、善逸の下野さんももう、めちゃくちゃ大人気、もう知らない人はいない。アニメ見てたら知らない人はいないっていうぐらい、もう大人気声優さんなので、もう同じくお金かかりますし、猪之助のね、松岡義継さんなんてもうやばいですからね。もうマジで、もう男性声優の人気の中でもトップを争うね。もう作品、もうどんな、いろんなところにいますか、義継さんなんてマジで。ちょっとアニメ見たら義継さんだから。それぐらいね、松岡義継さんは出てますので、この方々4人でもだけでもですね、もう追いかけると、大変なことになるっていうところで、まあもう、気をつけてくださいと。声優オタクは、私から言わせていただくと、沼中の沼ですので、ぜひ皆さん気をつけて、鬼滅貧乏をやっていただければと思います。で、以上のね、4パターン、皆さん、鬼滅貧乏になる、さらに拍車をかける4パターンの道になります。1パターンはちょっと一般人に戻るパターンでしたけれども、まあ、そういう道がございますよと、鬼滅貧乏の皆様はね、そういう道があるよということをお伝えしていただきまして、もうウェルカムトゥオタク沼ということで、皆さんぜひ、これからもどんどんお金を落としていただいて、鬼滅の刃、
盛り上げていただければなと思いますし、まあ、どんどんね、皆さん鬼滅の刃が初めてのね、新アニメだと思うんですけども、まあ、どんどん幅を広げていきましょうと。ね、皆さん、鬼滅の刃を見るためにね、Dアニメストアさんとか、アマプラさんだとか、ネットフリックスさんだとか、入ってると思うんですよ。ね、違法アップロードなんて見てないと思うんですよ。鬼滅の刃の皆さん、あれですからね、民度は高いので、見てないと思うんですけども、そして配信サイト、いろいろなアニメございますので、ぜひ、足を広げて、視野を広げて、いろんなね、アニメを視聴していただいてね、どんどん貧乏になって、もう、オタクは金がないよ、にしみていただければなと思います。それでは以上です。